久保さん、リピートの話があったんで、リピートしてる人稼いでないですね。稼いでる人はあんま買わないですね。<laughs> あの、稼いでなくてもみんなリピートしますよ。だって、稼いでなくても、稼いでいても、あ、まあ、稼い、稼いでいなくても、要は、なんかいろんな商品買うじゃないですか。アマゾンでいろいろ買ってるじゃないですか。アマゾンでリピートしてません 収入が高くなくても Amazon で買ったりとか、まあ、スーパーでね、いろいろリピート、コンビニでリピートして買ったりだろうし、リピートをさせるには、まずまあ前提条件として信頼関係がないとダメっていう部分もあるんだけども、まあ、その商品ラインナップですね。商品の数が僕はいっぱい出してるんで、リピートできるってことです。リピートできるようにしてると。 例えば、速化塾を100回買うことはできないですけども、速化塾なんとかバージョン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 、FX なんちゃらっていうなんか違う商品名、商品の形を作れば、リピートは促せるけども、速化塾を1000回売ることはできないですよ。<laughs> まあ、買う人がいたらすごいですよね。同じコンテンツ、同じ商品、買っても全部一緒みたいな、それ1000回買うみたいなね。 それはなかなかないと思いますね。だけど、1000商品あれば1000回買える可能性は出てきますよね。うん、だから僕がやってることっていうのは、そのリピートできるように商品をこう、こうやってるってことですね。常に、うん。で、プラスまあ信頼関係を作る上で日々の発信だったりとか、まあ一人一人の対応だったりとか、そういうことをやってるって話ですね。だからそのビジネス、まあ、アップルとかもね、毎年毎年なんか出すじゃないですか。 だから、その、なんか、コンテンツビジネスって、なんか、それをやらないんですよね、みんな。めんどくさいから。アップルでも1年に1回でね、その、新しい iPhone だったとしても新バージョンみたいな感じで、毎年なんかやってるじゃないですか。もういいんじゃないか、みたいな。今、i p h o n e 3まで。もう13回リピートして、あの、変えてるってことですよね。だから、それをやるってことですね。でも、他の企業さんも、大企業でも、やってるよと。新商品は投入してるし、日々、商品開発、新しいものを市場に投入してると。 市場に投入するから、あの、新しいものを買えると。うん。いうことですね。うん、別に稼いでなくても売れますし、えー、僕のお客さんはほとんど稼いでないですね、はい。稼いでる人は稼いでるんで、あんま買う必要はないですよね。まあ、たまに売れますけどね、それでも。稼いでる人が買ってくれるっていう場合もあるけれども、基本的になぜ買うのか、その理由は稼いでないからかあの買うんですよ。で、ここは、例えば、 この前商品の売り方っていう商品を売ったんだけども、んそれで稼げるんだったらいいんだけども、今度じゃあ集客ね、できてないってことだったら集客の商品を売って集客どういうふうにやるのかっていう商品がまた売れたりとかね。だから要は稼げてないけども、自分に何が欠けてるのか、その欠けてるものがその人によって10個あるのか1個なのかっていう話ですよね。 じゃあ、マインドが足りてないのか。マインドが足りてないんだったらマインドの商品売れるし、集客ができてないんだったら集客の商品売れるし、えー、セールスの仕方がうまくできてないんだったらセールスの商品売れるだろうし、その人によって欠けてるものって違いますよね。うん。だから、その、稼いでる人の中でも、あ、これは俺に必要だな、今できてないなっていう部分は売れますし、例えばこの前、インスタ集客大全っていうのを売ったんですけども、これはあの、タイアップでね。 あのジョイントで売ったんですけども、まあ、稼いでる人結構買ってくれました。で、なんで稼いでる人が買ってくれたのかっていうと、インスタの集客はできてないからなんですね。だから、あ,あ、じゃあ買ってみようって話ですね。うん。できてるものを買うのってあんまないと思いますね。うん、そう。なんか、英語がペラペラな、ね、イメージとしては、英語がペラペラなのに英会話教室行くのかっていう、多分あんま行かないですよね。うん、はい。じゃあ、リピートの理で行きましょうか。いってらっしゃい。